紙とチェンバー固定はいつ確定した？チェンバー固定は3日4日目じゃないかな。それまではチェンバーしつつフェイドも触りつつみたいな感じだったんだけど、1日目とか2日目終盤に決まったね。もう全部チェンバーにしようってなったのは。でも神戸さんもすごいプレッシャーだったと思うわ。神戸さんも言ってたけど、 CPT のね、デュエリストを消してまで、うん、であったと思う。あ、そう、神戸さんに関しては僕個人なんだけど、思ってたのは本当にチェンバーってマジ喋る余裕ないからさ、僕が死んだ時は神戸さんの視点報告するように意識してたわ。ちょっとでも神戸さんの負担減らしたいなって思って、みんなやっぱ伸び伸びプレイできた方が動きやすいと思うから。まあうるさかったかもしれんけどな、僕の声かけとか報告とか、毎回毎回どこ見てるって聞いてきやがってとか思ったかもしれんけどでも破壊に集中してもらおうって思って、今回すごいそこは意識してたな。